それではシビックですね、シビックインプレッション行ってみたいと思います。前期モデルの、シビックで走行距離はですね、46,300km、まあ走ってないですね、非常に少ない感じです。で、装備品はですね、まあまあ、入っておりまして、エンドレスのまず車高調ですね、これが入って、車外の18インチのホイール、ローターなんかもね、前後スリットローターが入って、ブレーキパッドなんかも、変わってる感じですね。で、エアクリーナーも変わって、まあ、カーボンのこうインテークの同封板、なんかも、ついてますね。マフラーも車外品という感じの仕様です。足はそんなに硬くないですね。まあ適度な跳ねはありますけれども、マフラーはすごい静かですね。なんか変わってる感じが全然しないぐらいとても静か。でクラッチなんかは、まあ、やっぱり距離少ないのでつながりは全然、スムーズですね。ミッションの入りなんかも比較的スムーズな感じで、シフトチェンジできます。切った時のフロントの回答性はクイックに曲がる感じですね。リアのバネの、キシミ音、これがちょっと出てるかな。まあバネとダンパーが別タイプですからね、 FD2 は若干そこでの音は出やすいのは出やすいですけども、それがまあ少し出てるかなっていう感じですね。今オーディオとかも全部消してるので聞こえるっていう感じですけど、まあオーディオとかかけたらもしかしたら全然聞こえなくなっちゃうかもしれないですけど、いい音しますね。低回転でシフトチェンジしてるとすごい静かですけど、加速はねすごいいいですね。まあ、あと若干このサスペンションのこの羽の収まり具合が、まあちょっとぴょんぴょんしてるかなっていう、感じですかね。まあそれ以外は特に、違和感なくという感じです。まあただデフ入ってますからね、街乗りメインっていう方にとっては若干扱いづらいかもしれないですね。以上、試乗インプレッションでした。